あなたはどの会社の株を買う？燃えかる顔なら何でもいい。その会社が社会的に批判されることをしていても買う。投資する理由、それはリターンを得ること。でもね、それだけじゃダメなんだ。ちょっと考えてみて。給料は高いけど悪事に手を染めるかもという仕事をしたい。社会的に批判される会社は、一時的に株価は上がっても、後で暴落することもあるよ。気をつけて。素敵な投資家を目指してね。